いやそんなゆるさを出した時の声すな。はい、最近ツイッター見てたらなんか気まぐれクックの朝食の時に眠そうにしてくるしてる金子さん嫌いっていうツイートがあってね、確かにあれムカつくよなと思って、あれ撲滅しようぜ、何でも絶滅人間、おならがプップー出ちゃう、出ちゃうね、ええー、ね、何も、いや、やっぱ言えよ、へーこきましたよ、だから、お、小人に、あ、小人って子供に受けそうな、あのミニギャグができたぞ。マジミニマム、大好き。あ、へくせ、やっぱ俺のへは一級品だわ。何が一級品だよ。ダメだよ、そんな。ダメだよ、そんなんっていう、なんかね、優しさ。なんか優しさっていうか無関心ツッコミやめて。そこまで無関心じゃないけど限りなき無関心な関心度ツッコミやめて。あへくせよー、ラーメンの生麺みたいな匂いがくせよー、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 へがくせー、癖と歌舞伎がなくなる、そもそも歌舞伎はありません、だけど歯ぐきはありますが、もうダルダル。はい、ね、歌を歌ったとこで、足の親指でねスペースキーを押して動画を終わりたいと思います。皆さんね、今日はここまでって言いながら、こっからまだね、この撮ってる日が7月2日なんでね、まあまあまあ、それまでに動画出せるか分かんない。今日中に出せるか分かんないけど、それまでお前ら、待っとけよな。足で。